あの前回大友氏の、戦国大名化した大友義長までをやりましたけども、今回は、大友義長の息子の大友義明から見ていきます。大友義明、大体大友氏が戦国時代、戦国武将として確立するのが大友親治、大友義長。この頃に一門、あるいはあの守護権というそういったものを解決して、文後の国、筑後の国あたりを領域支配する将軍とか天皇とかそういった観念的な権を除く上の上部権力には属さない戦国大名として自立するのが大体この大友親治、義長の時代であって、大友義明はその大友氏が戦国大名として成長していく途中の1502年に大友義長の嫡男として生まれています。その頃、割合早くに家督継承をすることが多くて、あの基本的には家督継承された後、しばらく後見を受けて、徐々にこう権限が移っていくという形ですけども、この大友義明の場合はそれがすごくて、大友義長から家督を譲られたんですが、まだ祖父も健在であって、祖父、それからあの父、この両者の貢献を受けるという、そういう役者。で、この親治が長生きしたために、義長が先に死んじゃうんですよね。大友義明は22歳の時に、祖父の親治も、死去して、完全に大名権力を、掌握すると。この1524年の祖父の死去を契機に、名前を義明と改める。これは、義の字を、もらってるんで、かなり上等な方に、属します。この義の字をもらってるということは、これで一体義治の頃から、この変気が急速に増えていくんですね。まあよくなんかこれはもう将軍の変気だ変気だ言うて結構出てくるんですけども、いろんな戦国大名で基本的には義治以前と以降ではだいぶ違いがあります。やはり義治以降戦国大名に、ものすごくたくさん変気が出てきます。例えば南部家も南部春政という人物が、変気を受けて、伊達氏は代々、基本的に受けてるんですけども、伊達氏よりちょっとランク下ってくると、返記を受けるのは、やっぱり、春の時代からですね、修理の大部に、任官すると。基本的にはこの諸大部に、任官するのが大友氏です。大友と大内だけが大部、諸大部に任官するという、そういう格であったということが伺えます。大友義明の時代というのは、両国の拡大の時期に当たっておりまして、親治、そして義長、この2代の間に両国がすっかり安定しているんで、この義明の時代というのは、この義長、親治の方針では、肥後の国への進出すると。この大友義長は自分の息子を、送ってます。それが菊池義武で、これはまあ、ちょっと前に菊池氏のところだったと思います。大友家の傀儡とかした菊池氏ですけども、それが、大友義明の頃になると、今度はこの菊池義武が、大友義明から自立しようとして、構想すると。まあ、父親がおる間は、菊池義武も父親に従ったんですけども、まあ、父親が死ぬと、そこのところは、まあ、お家騒動といいますか、要するに菊池義武としても、まあ、なぜ兄貴に従わんならんということが起こります。それから、大内氏との戦い、セイバガバルの戦いが行われて、大内氏との、北九州をめぐる覇権の争いですね。要するに、九州短大が崩壊したことによって、完全に草刈り場となっているんですが、同時に博多の、利権などがあって、九州を抑えるなら、この北九州でも特に筑前の国を抑えるっていうのは圧倒的に、まあ大きいわけです。その北九州、特に筑前の国をどちらが抑えるのかっていう戦いが、これはもう室町時代から、起こっています。大内氏が、筑前の国にこう介入してくると。それに対して大友商人あたりが抵抗するという形で、これは室町時代以降、ずっと続いている争いではあります。大友義明もその、争いに、まあ、当然入っていくと。で、どういう戦いかといいますと、もともと大内、大友商人の争いがずっとこれはあったと。要するに大内 VS 商人大友の争いですね。これは北九州の覇権争いになると。で、これは、例えば、その過程で大内盛春が戦死する。商人三須が戦死する。という戦いが続き、さらに、大友氏も絡んでくる。大友商人は基本的に、大内氏の攻撃を受けて、それを、まあ、押し返すという、あれですね。
で、まあ、もともとは、さらにその大友商人、大内の上に九州短大あるんですけども、九州短大の渋川市は、永享年間以降、急速に形骸化が進んでいくと、いう形になって、本体が来ないところにはもうすでに九州短大は滅亡していると、いう形になってます。大内義隆は、末置房に北九州攻略を命じると。あの、末置房というのは、まあ、名前見てわかるように、あの、末春方の親父ですね。沖房は義明に、敗北するわけです。で、これを受けて大内氏は、北九州の交易を 本腰に入れると。1530年、沖房は、文後に侵攻していきます。字が、変換ミスですね。大友方の義弘氏の相田近政が戦死すると。しかし、大友の逆走で、沖房は敗走してしまうと。こういう戦いでとりあえず、文後にまで大内氏がこう侵入する。それを押し返すと。しかし大友方もものすごく大きな被害を受けるということで、こういう時に足利将軍家の仲介っていうのが、効くんですね。あの足利将軍家、あの足利義晴以降特に顕著になりますが、要するにこの和睦、この和睦の和睦による介入、これで室町幕府は結構存在感をこう上げていくと。つまりあのこの場合ポイントは一つあって、大内、大友とも、これ以上戦いたくはないけれども、吹き上がってしまった世論を抑えられないという場合に、この室町将軍家が言うてるからしゃあないわと、いう形で、あの、足利将軍家が入ってくることがよくあります。この場合も、足利義晴の仲介で、大内と大友の間の和睦が成立するという形になっております。まあこれは結局将軍家が、大内や大友のさらに、関連的であれ上位権力として存在していると。室町幕府も、そういう仲介というものを、行って。まあこれ、戦国時代の場合、この仲介はお互いが特に戦争をやめる気になってないところに仲介してもこれ意味がないんですよね。大体蹴られちゃうし、片っぽが、情勢がガーッと傾いてる場合だったらもちろん、有利な方は、効かないし、これはまあ昔からですよね。まあ、永享年間に安藤氏と南部氏の争いでも、畠山三家が昔から、高氏の頃からそんなもんでしょと、言うてるという資料がありますんで、基本的に室町幕府の、一つの、こういう仲介つうのは、介入つうのは、まあ、基本的な権威を上げるための上昇で、方法であると。それは必ずしも成功するとは限らないと、いうことですね。で、その頃、大友義明は、伊藤義助、有馬晴純への返帰への抗議。要するに将軍家、足利義晴に入って急速にこの返帰需要が増えている現状に対して、露骨に不満を表している。伊達氏は昔からやっていたんですよ。武田氏は微妙なところですね。晴信の父は信虎ですから、基本的に返帰は受けないと、武田の場合。ところが、やっぱり、義晴の晴の字を武田晴信は受けていると。南部晴政に至っては、今までなかったけどどうすんだという話が、実は大館氏の日記に、残っておると。いう形で、ものすごく増えてるんですね。と、義助に至っては、義の字をもらっていると。で、有馬という、そんな、黒人レベルにまで、伊藤義助や有馬晴純って、こいつは守護でもないじゃないかと。守護でもないレベルに変化だ、どういうことやというふうに、大友として怒っています。これ、大友氏から、足利義晴への抗議の書状なんですけども、大内と大友が諸大夫への任官 OK と。で、島津、菊池、商人、それから千葉が任官と返帰を受けるという、そういう話な、彼らの中ではそういう、あるんですね。要するに、島津、菊池、商人は、守護。で、千葉っていうのはその守護に任ずる、有力な黒人領主と、いうことです。この千葉っていうのは、千葉県の千葉市の、聖戦御家人番です。ただ、どっちか言ったらこの九州千葉市、最終的には、戦国時代にはこれ、筑紫広門とかが有名ですけども、まあ、基本的には龍造寺家の、悲観となっています。基本的には彼ら九州短大の悲観ですよね。秘伝の。で、このあたりは任官と返帰を受けていいけども、それ以外の伊藤とか有馬がなぜ返帰を受けるんだという抗議。これはまあ義晴政権における返帰の拡大政策があって、まあこれはさらに義晴から義輝に至るとさらに広がっていきます。その結果、相良義秀、相良義重、相良晴弘、
相良よし、こういった相良家に対する偏気というのは結局阻止すらできないと。くなっていって、まあ、大友さんとしてはちょっと面白くない、局面が続いているわけですね。で、大友義昭の人生というのは、これで終わってしまう。1550年、大友義重を拝借しようと、する陰謀が発覚します。これは義昭が、この義重ではなく、塩一丸という三男、これを擁立しようと考えたと。この塩一丸、義重春秀というのは、春秀と弟だったわけですけども、この義重春秀、この二人は、同じ母親なんですけども、塩一丸だけ違うと。ちょっと若い、側室をとめとって、そういう、その子供を、晩年に得た若い子供を、嫡子にしたいという、そういうことを起こしていると。それに対して、こういういきなり、もうすでに家督を一応継いでる、義重を、拝借するっていうのは、おかしいだろうというふうに、まあ、義重派の家臣は言うわけですね。それに対して、義昭は義重派の家臣を粛清すると。まあ、有力な家臣が何人か殺されたところで、義重派が逆襲に転じて、当時の、文後の守護所を襲撃。それによって、塩一丸、それからその母親、それから妹たちが全部殺されて、さらにこの戦いの中で、義昭が重傷を負ったと。で、義昭は両国経営の置き踏みを残して死んだんですが、その置き踏みによると、私の後は義重に継承させろというふうに書いてあると。で、これの背景なんですけども、一つは、義重春秀らの聖母が、意外とはっきりしないんですが、二つ説があって、大内義雄家の娘である、あるいは、北条家の娘、公家の北条家の娘。で、北条家の娘がいきなり大友にやってくるってことは実は考えにくいんで、これは要するに大内義雄家のもとに庇護されていた貴族の娘が言ってるんだろうと。おそらくそっちかなと思うんですけども、どちらにせよ、大友義重、大友春秀、彼らには大内家の、影響が強く、入っていると。だから、大内家の、影響力を排除したい、大友の古くからの人間は、塩一丸を押した可能性があるわけですよね。で、もう一つ、この問題で、言われているのは、義昭の置き踏みっつうのが、死にかけの人間界だとは思えない、非常にしっかりした筆跡で書かれてるんで、それがまだ、塩一丸殺される前に、義重に任せるってことは、まあ考えられないんで、これは偽造の可能性は高いというふうに言われています。さらに、義重はこれには関わってないと。要するに、義重派の家臣の、暴走であると、いうことなんですが、義重はこれに関与している可能性は、まあ十分にあるというか、まあ、別に資料的には何とも言えないんですが、当然そのあれですから、ただ、この問題に義重が関与していないはずがないと言うべきかもしれません。こうして一つのピンチが訪れますが、まあそれを、うまくまとめたのが大友義重であるということで、大友義昭、一旦ここで話を、切ります。家柄にこだわるんですね。あ、大友氏ですか？大友氏。大友と大内が一番上やと思ってるんですね。やっぱり頼朝公以来のとか、特に大友は多分ものすごくプライド高いと思いますね。頼朝公以来というですね、島津と大内を足して2で割らないぐらいの多分プライドが。一番最初の大友義直が頼朝に近かったから、うん、これもう物語になっても依然として頼朝ブランドが生きてるんですね。頼朝ブランド強いですよ、やっぱり。もう足利尊氏も頼朝公あれで、だから、室町幕府自体がやっぱり、頼朝をやっぱりも、理想がするんで。簡易ですけどね、首里太夫で出てきますね。はい。これはどの辺の簡易？五位とか、まあ、なんとかの大部クラスですね。大膳の大部とか、首里の大部とか、右京の大部とか。これ、武家なのにそういう役職が欲しいんですか、そういう官職が。なんとかのだいぶ、細川家やったら、細川とか赤松とか、そのクラスのやつらが名乗る、まあ、初代部なんですね。大膳の大部とか、修理の大部とか、修理の大部言ったら、そう、畠山の文系が名乗ってましたけども。だから、まあ、いわゆる宿老になれるようなクラスのやつらが、
一応、名乗らせてもらえる、官職なんで、ね、大仏は。その官職で何をするかではなくて、そうそう。室町幕府のピラミッドの中で、この辺におるんやと。そう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 。いうことが示されるわけですね。そうです、そうです。多分大名では、武田氏が一応大部を名乗ってますね、大前の大部を。で、それも九州では、大内と大友ぐらいなんですか。そうなんです。うん、あとは、あとの連中は大体もう国主とか、なんとかの神とかそういうのは、あれは右衛門の城とか。だから朝廷の官職ではやっぱりこう、ピラミッドがあって。で、大内は別格で、この家は実は、大友はそのこと言ってるけど、実は大内からすると、大友と一緒にするなと、と思ってます。というのは、大内は、室町時代の頃には、従三位とか、大内を従えたって2位まで上がってますからね。大内はもっとずっと上やと。うん。大内は多分俺はもっと上やと。一緒にするなと。だから逆に言ったらあれでしょうね。室町時代に随分無茶なことを言うて、大内政広が自分の親父の範広に、もう死んでますけどね。従三位を増位することを要求して、御包帝天皇から跳ねられてる事件、話があって、あれなんかも結局大内としては、三味は、武家は三味には到達できないんですよ。これおもろいのは、大内義高が2位になる、三味になるときに議論になったのは、武家で三味はいかがなものか。いや、足利家武家ちゃうんかいと。ちゃうんですよね、多分。依然として三味のとこに壁があるんですね、この時代でも。そうです。で、大名クラスで多分三味になったのは、大内を除くと、畠山持国が特例で三味になってますね。多分天皇とかから信頼を受けたからと思いますけども。畠山持国が三味入道と言われてて、三味に一応助せられてるのはおそらく唯一であって、畠山してもほとんど多分例はないんじゃないかなと。これ、大友と大内って、ライバルやと言いながら、大内から嫁をもらうんですね。それでこの大友義重が生まれたと。逆に言ったら、うん、大友義重っつうのはそういう意味ではちょっと微妙な立場にあるんじゃないかなと。なんかもともとの大友の旧臣たちにとってはあいつ大内の娘の子供やんかと、うん、そういうふうに言われるわけですね。そうですね。ウィキはね、なんか大友の義重の性格が悪いからって書いてましたけどね。書いてましたね。これ、おまかないって。うん、いや、義明の話はそうか、義重の話はそうかやったから、まあ、多分、そういう言い伝えもあるんだろうな、とは思ったけど。基本的に、人間の性格っていうのは分からないですからね。特に粗暴とかいうのは。神経質とか性格悪いっていうのはある程度は、行動で分かることもあるけど。あ、こいつ性格悪そうやなとか。これ、家督譲ってしまってから拝着しようとしたんですね。そうですね。家督を返せということ。うん。それはまあ、揉めますわな。大体そういうことすると揉める。まあ、隠居が出てくるわけですよね。うん。で、まあ、隠居言うても、結局、なんだかんだ言うて、陰性敷いてますからね、こういうのって。あ、じゃあ、力はある。うん。隠居でも事実上いろんなことを指導するのは義明なんですよ、ここでも。で、義重っつうのはまあ一応家督譲られてるけども、それはまあ見習いなんです、ね、当主見習い。あ、じゃあ事実上のトップは依然として義明の方なんですか。そうです。さっき義明の時の義長とか近春と一緒で。時に戦国大名っていきなりトンシでも戦火芸はそういうふうに少しずつグラデーション上に少しずつフェードアウトしていくという、そのフェードアウトするときにうまくいくかうまくいかないかは結局その、あれになりますね。吉永近春はうまくフェードアウトしていって、最後は死んだと。吉明はフェードアウトしようとしたら、いきなりこっちにする言うて言い出したと。これ、足利義晴が返記を拡大しているというのは、これはやっぱり資金の問題なんですか？それとももうそれぐらいしか将軍権することがないんですか？両方でしょうね。一番いい金の獲得方法であり、義春の頃っつうのは、まあ、ある意味、まあ、いろいろ議論がこれもあって、義春の頃っつうのは、
細川は、春元に完全に牛耳られている慶長先制政治の時代であるというふうにも言われてるんだけど、意外とこの、大立氏とかそういう内断衆と呼ばれるこういう官僚組織が意外と回っているっつったら回っていて、まあ、そういったものを動かすときに、一番便利なのが偏気だったと。偏気と官位ですね、官位需要。それから、つかまあ偏気も含めていろんな特権需要があるんですけども、その特権の一つに、館号、それから、腰に乗る権利、偏気、それから官位。で、最後は短大。腰に乗る権利で出てきましたね。今川義元が腰に乗れたとか言って。そうそうそう。だからその辺は、腰に乗れるって言っても、竜造寺高信とはちょっと違う。竜造寺高信も腰に乗れたんですか？腰に乗れたとか、あれはどっちだったら、どうも太りすぎて馬に乗れなかったっていうのは事実らしい。多分、竜造寺では、多分、館号プラス腰に乗る権利は多分与えられないと思うんですよ。でこれね、大友文吾が本拠地ですよね。はい。文吾から筑前行こうと思うと、真ん中に武前があるんちゃうんですか、ね、小倉とか文字とか、あのあたりが。まあ、武前、筑前っていうのは完全に草刈り場になってますわ。それ両方とも九州短大の配下にあったんですか、それまでは。基本的には九州短大、まあ、武前どうやったかな、あれ。武前、ちょっと覚えてないですね。武前。完全に大内と大友が交代交代でなんかやってますね。大内になったり、大友になったり。どっちかだったら大内氏が中心で、守護職時代は。戦国時代は大友、吉永。で、1509年大内義行になって、から、完全に、まあ、もともと大内、大友の推してる感じですね、武前は。だから、武前、筑前合わせて、結局、まあ、大友にとっては、この武前をやっぱり抑えないとどうしようもないという。でさっきも話してましたけど、文庫の国で戦国大名を犯して両国支配できたら、もう次は北へ進むと。うん。でも武前から筑前の博多を目指すということなんですね、戦略的には。そうですね。瀬戸内海を抑えようと、やっぱり結局、武前、筑前を抑えていかないと、関門海峡閉まっちゃうし。関門海峡はずっと大内が抑えていたと。うん。武前も南の方は割合現在の大分県に含まれていることからもどっちかやったら大友系になってくるのかなという宇佐付近とか、うん、でね、私やっぱり戦国時代のね南蛮国というね、はい、米の国高国高で計算考えちゃうんですけど、はい、商業利権が大きいんですね、やっぱり博多が欲しいとか関門海峡を抑えたいとか、うん、ただもう大友氏が抑えた頃にはもうなんか博多の利権もものすごい小さくなっていて、どっちか言うたら儲からないようになっていたみたいですけども、まあ、多分それが結局あれでしょうね、その、日民貿易で儲からなくなっていくのが、まあ、いわゆる神田川制から国高制の転換に関係あるんかなと。貨幣が急速に減っていくとか、まあ、いろいろありまして、ちょっと話されますけど、神高から国高にね変わるという、はい、あれあんまり高校でも説明しないんですけど、コミックに出てくるんですよね。ああはいはい、はい、なんだかな、天国とか国高にせないかんとか言ってね、うん、金が足らんとかね、うん、こんな昔のコミック出てこんかったのになと最近さすが研究が進むとそうなんや、それを漫画家さんが勉強して神高屋、国高屋って書きあるから、いや、これは偉いことやと。ここ30年ぐらいですね、そういうことになったらね。そうですね、うん。やっぱりアジアの中の日本とかそういうこと言い出してからかな。と大友重、ですけども、大友重、1530年生まれ、1530年生まれで20歳の時に二階崩れの変で家督を完全に継承すると。で、21歳、第二次の変。この第二次の変というのは、大友義重が直接携わったわけじゃなくて、もちろん大内義隆が、末春方によって、滅ぼされた事件です。この時に彼は、末春方の要請に応じて弟の春秀を大内氏の後継ぎに、押し込んでいます。大内義長として大内氏を継承させています。これによって完全に大友と大内が、合体しちゃうと、いうことで、
博多の掌握が、行われると。まあ、大友氏がようやく博多を抑えることができるということですね。大友氏、まあ、こうなるともう大内氏と大友氏の関係というのは完全に一体化するわけですけども、1550年には、あの、叔父の菊池義武を滅ぼして、肥後の国を、まあ、掌握するということで、この段階で大友氏は北九州をほぼ抑えることになります。筑前、豊前、豊後。それから、もともと筑後には影響力を持ったんで、肥後の国まで勢力を抑えると。1557年には大内氏が滅亡してしまって、大内義長もあの自害に追い込まれると。そうなりますと、今度は、あの、大内義高までの大内氏と、大友氏の関係が復活するわけであって、要するに北九州、博多をめぐる攻防が今度は毛利元就との間で始まります。で、毛利元就が、九州、北九州の、門司あたりに、やってくると。で、1557年には足利義輝から、豊前、筑前、九州短大に任ぜられた上に、さらに大内氏の家督の、決定権、それから周防長門の守護の資格、要するにその、いつそれなのってもいいという、そういう資格を認められる。まあ、この段階ではだから室町将軍家は大友氏を旧式北九州の、支配者にしようという、そういう動きが、出てくると。北九州への、北九州をめぐる攻防が激化して、1558年から62年に5次にわたる門司城の戦いに、最終的には、あの戦いでは、義輝は負けるんですけども、その結果、まあ、和睦交渉なんですが、ここで、あの、大友総理にとってものすごくラッキーだったのは、結局、毛利氏は尼子氏との戦いを、控えているために、あまり喧嘩をしたくないと。門司の、利権、関門海峡を一応抑えることができたら、博多については、譲りましょうよという形で、まあ、和睦をして、義輝の使者の正五院どうぞ、近衛家の出身の正五院どうぞ、義輝の義理の兄弟ですね、どうぞは、彼が、まあ、和睦を、うまくまとめてくれて、あの大友氏にとっては、まあ、あの非常にいい和睦ができたわけです。まあ、敗北したけども、結局、まあ、うまくまとめてもらったと。大友総理の娘を、毛利元就、毛利輝元の正室に、送るという、そういう、和議も出ます。これはしかし、この和議は、破棄にされて、段が違われてますね。あの、これは、結局、うまくいっておりません。というのは、こういうことですね。毛利サイドからすると、この永禄の変、これで足利義輝が滅びてしまうと。足利将軍家は、どっちかというと大友氏びいきですから、この永禄の変で大友氏は後ろ手を失うと。さらに尼子氏が滅亡してしまうと。尼子氏が滅亡すると、毛利氏としてはもう別に大友氏に、あの、尼子がおるから毛利氏に、あの毛利は、大友に対して下手に出たけども、尼子氏が潰れたらもうええわということで戦いは再開されますが、1569年、多々良ヶ浜の戦い、戦国バージョン版の多々良ヶ浜の戦いで、毛利氏の小早川隆景が敗北。さらに、毛利元就が、1571年に、死去します。毛利元就が死去したことによって、で、その頃、毛利元就が死去した頃、織田信長と、それから足利義昭の戦いが始まり、足利義昭は最終的に、毛利氏のもとに逃げ込んでくると。この毛利氏は今度は織田信長との戦いに入ることになります。逆に言うたら、足利家は、足利義輝か義昭になった後、信長と戦った後は、足利義昭は毛利の、完全に、庇護下に入る。で、そうなると、まあ、織田信長と毛利は戦う。その隙をついて、大友氏は最終的に、筑前の国の支配を達成して、しばらくこの筑前の国の支配は、まあ、大友氏が、担うことになります。で、その大友、義重の外交ですけども、1551年、フランシスコ・ザビエルを引見しています。でちなみに、イギリスのピューリタン革命で、処刑された、チャールズ一世の肖像画で有名なバンダイクという画家は、ザビエルと大友総理の会見の想像図を描いてますが、どう考えても、あの、義重がものすごく性欲臭い顔をしています。この時彼、実は21歳なんですね。ザビエルを引見した時には。この時にものすごく、西洋医学とか様々な西洋の技術に、非常に目覚めたようで、
1557年には日本初の西洋外科手術をが、豊後府内、現在の大分市で行われています。だから大分市には現在でも日本における西洋外科技術手術発祥の地という席が立っているそうです。それから大友宗麟の成果としては、ポルトガル人からカボチャが献上されると。長い間フランシスコ・ザビエルを遠見して、それ以降キリスト教には関心があったんですが、1568年には、彼は出家して宗麟になってたんですけども、ザビエルと大手から27年経った時に、彼はついに、洗礼を受けてドン・フランシスコという洗礼名を受けます。ちなみにドン・フランシスコという歌詞は大分名歌です。ドン・フランシスコという歌詞は、ございます。ザビエルというのと、それからドン・フランシスコというのが、詰め合わせだったりします。それから、彼は南蛮貿易、これ困ったことに、この大友義重が南蛮貿易にかなりのめり込んでいたのは事実なんですが、研究者によっては、この宗麟が南蛮貿易やったんだ、信長がやらないはずはないというふうな形で、信長が南蛮貿易にめっちゃハマっていたことを言う人もいるようで、義重の場合とちょっと違うんじゃないかなとか、義重の場合は他に日民、日朝貿易にも、参画しています。それから、他にカンボジア国王との前輪外交を樹立することにも成功しています。だから、この大友宗麟のことを、しばしばアジアン大名とか、あるいは大航海時代の、一種の西洋的な、ものの流入口とか、そういった方向で見ていくこともできます。そういう、本もあって、大変それは面白そうだなと思ったことはあります。でも、宗麟の時代は最も成長しきって、あとは衰退していくと。肥前の国では龍造寺氏が、自立を始める。もともと龍造寺氏は肥前の国の牧人やったんですけども、急速に力を伸ばしていって、大友氏が筑前を抑えたあたりから肥前の国にも影響力を持っていたんですけども、龍造寺高信が、自立を始めて、1570年今山の戦いで、宗麟を敗北。肥前の国は、には結局力を伸ばしきれなかった。1576年に、大友吉宗、嫡男の吉宗に家督を譲って隠居してしまいます。でこれ隠居言うてもどの程度隠居してるのかということに関しては難しいところがあって、普通に考えたら家督を譲ったから即隠居とは限らないので、以降の戦いにも当然宗麟が、非常に大きな力を持ってるんだろうと考えがちなんですけども、戦争を始めたりするようなところに実はあんまり顔出しなかったようで、宗麟は。決定権は意外と吉宗が、大きな力を持ったんじゃないかなという見方もされています。大友宗麟の、最大のチョンボといいますか、やらかしとしては、1577年、伊藤義助が島津氏に敗北して豊後に亡命してくると。ここで、これが大きいあれでしたよね。伊藤義助を、わざわざかばう必要が、かばってやるというか、宗麟としては、このところでもう一気に島津氏との戦いをしようと思ったのか、日向の国に、彼は、出兵します。で、そこのところで、この出兵を決定したのが宗麟か吉宗かというのは議論になっているんですね。日向の神社仏閣の破壊を徹底させたのはどうも宗麟。これは結局、宗麟は、キリスト教国建国の目論だ。で、日向の国に無字化っていうのを作るんですよ。これ、これで無字化と言うんですね。これで無字化と言うんですね。ポルトガル語の、ミュージック、無字化の、ラテン語の無字化の、当て字です。この無字化を中心にして、そこから、キリスト教、キリストを称える音楽が、世界中に轟くようにという祈りを込めて作られたそうです。しかし、耳間戦いで大友氏は、敗北を喫して、これを契機に家臣団が一気に崩壊していきます。家臣団の崩壊、特にキリスト教、急進的な、宗麟があまりにも急進的にキリスト教を傾斜していくことに対して、古くからの家臣団はやる気なくしていたとか、そのキリスト教の度合いをめぐって、同じく洗礼していた、大友義宗と大友義重の間の不死の、路線の違いとか、そういったものもあって、大友氏は内部からも崩壊始めていく。それが一気に耳間戦いで敗北したことによって、一気に、もともと溜まっていた不満が一気に
出てしまった。龍造寺高信の大友氏からの、離反など、大友領国は急速に崩壊していくと。この、背景にはあの島津氏もかなり積極的な動きがあって、あのどうも足利義昭は大友宗麟のことを京都と呼んでいたようです。要するに義昭にとってはこの大友宗麟というのは敵であったと。だからまあ義昭は毛利氏と一緒になって、とにかく毛利氏のバックにいる毛利氏と、義昭にとってはこの大友っつうのが非常に、まあ、あの目の上の炭鉱部であると。そこで義昭は島津に通じて日向国を、に侵入させて大友との、あの近況関係を高めたんじゃないかという見方すらあります。さらに言えばここのところでこうなってますから、今度はこちらのこういうルートも出来上がってきます。宗麟が信長と結びつこうとするので、信長が死んだ後は、秀吉という関係になって、こういう風な対立関係が成立するわけですね。大友宗麟の晩年ですけども、1584年には、沖田などの戦いで龍造寺高信が島津氏に、敗れて戦死します。その機を見て、筑後に大友家は入っていきますが、逆に島津氏も北上してきて、筑後でも島津と、大友がぶつかり合うと。そういう中、宗麟は大阪城に、向かい、そこで秀吉に謁見を受けて、その結果秀吉の九州征伐が決定すると。決議岩戦いで豊臣軍が敗北します。戦国秀久が調子ぶっこいて突っ込んでるね。で、これが最大の大友氏の危機になるわけですね。もう豊臣まで負けしまったと。ところが秀吉は、メンツを潰されたのに切れて、秀長の軍勢を引きさせて大量軍勢を投入すると。その結果島津軍が敗北し、逆に大友あの秀吉はこの大友氏を取り立てると。1587年をあの島津氏がどんどん追い詰められて、島津義久が降伏する直前に、宗麟は病死してしまいます。でこれ宗麟が生きてたら、あの秀吉は一説には日向国を宗麟に与えるとしたと言われてますけども、まあ宗麟は、亡くなってしまって、大友義宗が、文庫の国の一角を安堵されるということになります。大友宗麟の後は義宗です。義宗は1558年に宗麟の長男として生誕しています。で1576年には家督を相続で、耳川の戦い以降、不死の対立がひどくなり、大友領国の崩壊につながっていくのは前回あの前あのこのこっちの方で話したところですけども、キリスト教の問題などでどうもあの義宗と宗麟は、対立、さらには耳川の戦いというのは義宗が主導したのではないかとも見られています。まあ結局この耳川の戦いで大友家は崩壊してしまうわけですけども、あの大友氏にとってのラッキーポイントは秀吉によって救済されたと、いうことですね。で秀吉によって文後の国にの一国を、安堵された義宗は豊臣大名に一員として、取り立てられます。で名前も義宗と変えてます。朝鮮出兵にも、あの参加しますが、1593年平壌の戦いで彼は小西行長を見捨てて敗走します。小西行長が死んだという報告が入って、それで、行長が死んだったらもうやばいと言って逃げたんですが、実は行長が生きていたと。行長を見捨てたことになってしまって、大友氏宗は秀吉の激励に触れて改易されます。改易された吉宗は、徳川家康、佐々木義重、毛利輝元の、元に身柄を転々と預けられるということになりますが、秀吉が死んだ後豊臣秀頼が特赦をした結果、秀頼に仕えてます。大友義宗に関してはもちろん、関ヶ原の戦いでは東軍、西軍双方からの引き合いがあったんですけども、ここで義宗は西軍の方に乗ってしまいます。で、毛利輝元の支援を受けて、文後の国に侵攻して、彼は要するに文後の国を、もっぺん取り戻そうとした。あのこれは要するに西軍に行った一つのポイントは、西軍につけば文後の国を、切り取り自由にすると。武前にその頃おった、黒田助水に徹底的に敗北してしまって、彼は再度の改易、秋田曽根末に預けられた末に1610年には亡くなります。で、
吉宗にとっての、ラッキーだったことは、息子の吉典が家康に仕えたんですね。だから家康はこの吉典を通じて、吉宗にも、味方に来ないかというふうに呼びかけたんですけども、吉宗は、まあ、ここで判断を誤ってしまった。で、息子の吉典が打ったおかげで、実はこの、大友家は滅亡せずに、吉典はそのまま家督を継いで五千石、旗本、大友という形で後継として、存続をします。大友家は一応細々と存続することになります。大友宗麟で出家して名前変えてるんですね。あ、そうです、そうです。あ、キリさんだいぶ言われているから。あ、そうか、出家して、してるんやと。さあ、確かに宗麟って名前だから出家してるんだろうな。この文字城の戦いに敗れたのを契機に彼は出家したみたいですね。出家した言うても、責任を取ってっつうよりも、要するに、仏教、神道、要するには毛利家に対して、お前は仏的、神的だというふうにやるために、どうも出家したみたいです。これ以降、宇佐八幡宮の権威をやったら振り回しますんで、宗麟は。仏教心があったわけでもない、ね、そうですね。キリスト教については信仰心があったわけですね、この人は。ものすごくはまり込んできましたね。多分昔から多分キリスト教にはかなり関心あったんでしょうね、これ。洗礼を受ける前から。西洋人が持ってきた技術には魅力があるでしょうか、これ、競技に魅力があるんですかね、競技そのものというよりはあれでしょうね、多くの戦国大名の場合、それに付随す、結局、宗麟、時々出てくる宗麟とか高山右近、あれ逆に何なんだろうと。基本的には多分、有馬さんとか、多くのキリシタン大名とは、多分、キリシタン大名になっておくと、金が入ってくるということが多いと思うんですけどね。大友宗麟と高山右近というのは、例外的な存在なんですか？なんとなく彼らはえらいガチで信じてるなという。あ、でも難しいところですね。意外と心捉えたんかな。織田信長の息子たちで結構キリシタンに乗っかっていったのは有名ですからね、あれ。信長は全く興味なかったらしいんだが、信忠とか信勝とか信孝っつうのはなんか割合キリスト教にかなり関心を持ってたし、秀信なんかキリシタンになっちゃいましたしね、信忠の息子の。あそこまで行くと結局なんかやっぱり教義に魅力あったのかな。となると吉重とか別に高山君はそんなに特殊なもんでもなくなってくるか。ちょっと難しいですね。これ大友が貿易やるとき、港は博多なんですか？南蛮からやってくるんやったらどっちか言うたら、それこそ大分ちゃいますかね、府中。カンボジアからの使者は結局シワズ氏に抑留されてるんで、あるいは大友家の場合、肥後にもあれがある、肥後も押されてたから、あっちゃこっちゃありますから、まあ、博多まで来なくても多分逆に、有明海の方とかですね、多分。あるいは府中、それこそ。天草の方も形跡を広まってますね。で、その天草の方なんか完全に、当時は最終的には大友氏が菊池を滅ぼして以降は力を持って、って一瞬だけやけど思ってたし、大友ってね、もう北九州制圧するぐらいものすごく大きくなって、あっという間に崩壊するのは何でか思ってたんですけど、家臣団が崩壊するんですね、これ。そうみたいですね、結局。私もなんでやろう思ったけども、どうも家臣団だなこれみたいな。まあ言うても20年ぐらい持っとるんですけどね。崩れてから早かったですね。崩れ始めてからね、うん、もう2、3年で亡くなっちゃいましたからね。これ家臣団ってどこへ行くんですか？独立するんですか？急速に膨張した家臣団は、まあ独立するとか、肥前とかやったら独立するし、大友氏はこう併合していった地域の連中はもうすぐに、それはまあ中心がある方は一気に、それは一応しゃあないからついとっただけであってという感じでしょうね。で、中核の家臣団はやっぱりそれはまあ残るんです、文庫は。それはもう鎌倉時代から代々育ててきた家臣団がいるわけですね。そうです。ただ結構三重間戦いで死んじゃったりしてますからね、有力な家臣団が。まあ立花家とか典型的な例なんだけど、ああいう家臣団結局秀吉がした後は秀吉によって独立するケースもありますし、島津と大友と毛利と信長の関係は
敵の敵は味方というこの関係なんですね。完璧にそうですね。目の前にいるのは敵で、その向こうにいるのは味方やと。まさに円光金光策かという、だからすごく分かりやすい単になってるんやと。ここは道具とは交流し、比較は攻めるという感じだとね、つなぐところはやっぱり利権争いとか綱引きありますからね。もともとはこう仲良かったんやけどもね。大友と島津ですか。大友と島津、真ん中に伊藤が入ってるから多分そうでしょうね。あのそういう意味で伊藤しつけがあのちょっとよく張りすぎて、島津にちょっと ちょっかい出しすぎたのかな。だかこういうこの真ん中が潰れると敵の出来や味方をきれいに演じてますね。と立花洞説として有名な、人間ですけども、彼自身は本当は立花洞説と名乗ったことはない。別家吉良、別家洞説と名乗っていて、基本的には別家氏ですね。大友一族の、別家近家の嫡男として1513年生誕しています。別家氏というのは、最初のここですね、大友近秀の息子の別家重秀の子孫が別家氏です。あの川はへつぎと言いますけども、一族の名前としては別家と読みます。多分昔の読み方が別家だったんでしょうね。現在へつぎ川と言います。別家近家の嫡男として1513年に生誕。この秋面の秋はもちろん大友義明から一字を拝領。1535年に肥後の国の、菊池義武討伐の戦い、あるいは1546年にあの毛利氏にこうして秋月文忠という人物が反乱をしてますが、この時に活躍しています。1550年の二階崩れの変では大友義重を支持し、義重派を弾圧していた張本人である、入田近政を、討伐しています。さらに肥後、の国から逃げ出したこの菊池義武の討伐でも活躍するなど、まあ、あのこの立花洞説、別家秋面は俗には37個の戦いに全てに勝ったというふうに言われている人物です。だからものすごく猛将であったことが伺えます。で、1563年に足利義輝が大友氏に使う来た時に、この別家吉良に、も直接ご内緒を、与えていると。これはあの彼が下半衆という形で、まあ、大友氏の重臣として、大友重の重臣として、まあ、あの加わっていると、数様に参加していることが伺えます。今山の戦いで鍋島直重と交戦し、鍋島直茂を破ってますけども、この時に初めて腰に乗るという記録があって、これ以降、彼は腰に乗って戦っていたようです。で、あの、おそらく何らかの事情で、あの、足腰悪くなっていたんでしょうけども、これ、あの、実は伝説がありまして、立花洞説っていうのは、あの、イカズチキリの伝説で、あの、雷が鳴ってる時に、刀を振り上げて、そこに落雷して、それで、あの、下半身不随になったと。いうことで、まあ、あの雷を切ったという伝説があるんですけども、まあ、この伝説、これもどうも伝説らしいんで、これが本当の話 ではないということを考えた上で、ただこのネタっていうのは普通に考えると雷鳴ってる、そこで調子乗った洞説が刀を振り上げた、そこに落雷したて雷を切ったねって切られてるじゃんとしか言いようがありないんですが、まあ、実際には多分何かの病気なんでしょうねと思うんですけども、それがこういうふうになっていく。1571年に、筑前守護代に、あの大友総理によって筑前守護代に任ぜられて、さらに、立花山城主になります。要するに北九州の抑え、あの出場地点である立花城、ここのところを抑える、まあ、武前の国にあるここを抑える、城主になります。で、あのこれ以降彼は立花家の名跡を継ぐんですけども、ただあの立花の名前っていうのは反乱を起こして滅びた家なんで、この大友貞俊の子孫、最終的に、大友氏に、まあ、反乱を起こして滅びてなんで、この立花の名前を、名乗ることに関しては大友総林からの、許可がおりず、まあ、俗に立花洞説と呼んでますけども、彼自身は立花を名乗ったことはありません。立花を名乗るのは次の洞説の養子の代です。立花洞説は子供が生まれなかったんですよね。実はあの立花洞説になる前に、あの別家氏の家督を弟の秋面に譲ってるんですけども、この宗麟はさらにその立花家の家督を宗面に、譲れと言うてくるんですが、あの養子がないので、あの子供がいないので心配した
総理はそういう案を出してくるんですが、立花道実はそれを拒否して、まあ、多分総理としては、親切心で子供がいないやったらお前の老いの胸つらでどうだと言うんだけども、多分道実はそれでは役に立たんという、もっといい人間をやりたいということで、とりあえず、娘の銀鏡7歳に家督を継承させます。まあ、この銀鏡についてはまた後で、説明しますが、娘の銀鏡が一旦立花家を継いで、彼女は立花銀鏡というふうになります。1581年には高橋常温、同じくやっぱり総理の重臣だった高橋常温の息子の宗虎、彼を婿養子にとって、彼に立花家の、家督を継がせると。これはまあ、宗虎、名前さ、書いてて、晩年に宗茂といって、この宗茂が有名なので、立花宗茂という、いう形で言います。まあ、もともとは違う名前、いろいろ彼名前書いてます。めんどくさに立花宗茂で以降統一します。この高橋常温は、まあ、当初は、渋ったらしいんですけども、それは自分の嫡子ですから、要するに立花道節は、この、高橋常温の嫡子を、俺の婿養子にくれと、言うてきたようで、高橋常温も最後は、覚悟を決めて、立花道節に自分の息子をやると。これに関しても逸話があって、高橋常温は、この自分の息子の宗虎が立花道節のもとに行くときに、もし、俺と立花道節、ベッキー、秋津らしが戦ったらどうすると。いや、父上のもとに参りますが、それはダメだと。一旦養子に行ったからには、その、養父に、功用を尽くせと。ベッキー殿はものすごく、そういうぐちゃぐちゃしたことを嫌うから、お前が、ええかげんな、気持ちで使えてたら、すぐに拝借されるだろうと。もし拝借されたら、俺のところに帰ってくるなと。お前はもう、その場ですぐに自害しろ、言って刀を渡したと。いうふうに言われています。また、宗茂が、あるとき、栗を踏み抜いたときに、声を上げようと思ったら、そばから道節がめっちゃ睨んでたんで、声を上げられなかったとか、まあ、そういう逸話もあります。めっちゃ、まあ、怖い人物だったようです。1583年、龍造寺高信との戦いの最中に、彼は病没しています。娘の立花銀千代さんですけども、1569年、ベッキー秋津の一人娘として、生誕しています。まあ、かなり晩年になってからの子供ですよね。どいずれにせよ、銀千代さんも。1570年5歳で、家督を継承。宗麟、吉宗、双方の安堵を受けて、正式に立花山城の、城主になっています。まあ、もちろん、貢献としては、父の秋津らが、同節が引き続き、当然担当するわけですけども、1581年に、高橋常温の子の宗虎と婚姻して、これ以降彼女は立花を名乗るようになります。1587年には、宗茂銀千代は、大友家が崩壊した後、秀吉によって助けられたと。で、秀吉によって、豊臣秀吉だったんですが、この時に立花宗茂と、銀千代は秀吉によって、筑後の柳川に移封されて、大友氏から独立した大名として自立します。かなり気に入られたようです。しかし、夫婦仲はどうも良くなかったようで、銀千代は筑後の国の宮永に、別居していて、結局この両者の間には子供も生まれなかったと。関ヶ原後、帰宅した、宗茂を出迎えたのを最後に、宗茂はしかしすぐに、京都に出て行っちゃったんで、ほぼこの夫婦の間は夫婦生活を営むこともなく、銀千代さんは30そこそこで亡くなってしまいます。で、彼女は、若い頃からこの、猛将である立花ベッキー道節にかなり鍛えられたようで、鍋島直重と戦っている時に銀千代を武装して合戦に参加していたという逸話もありますし、それから関ヶ原の後、加藤清正がこの、柳川城に立てこもる宗茂を説得に向かうんですけども、その時に加藤清正は注意を受けてたんですね。宮永を下手に通ると銀千代とその、一門が戦争を吹っかけてきたら清正も危ないから、宮永の近くは通ってはいけないと。加藤清正も宮永の近くは通らずに迂回して、柳川城に向かったという逸話があります。だから、まあ、銀千代というのは単なる、名目上上司ではなく、ガチで、戦争に参加した、まあ、女性上司だというふうに言われています。真偽のほどは分かりませんが。銀千代の夫の立花宗茂です。
義弘秋忠の子として生誕しています。で、義弘秋忠は後に高橋家を継いで出家して高橋常雲と名乗りますが、1567年、だから銀千代さんより2歳年長ですね。翌年、秋忠は高橋を継承して、立花宗茂も、高橋常雲、の、嫡男となります。しかし1580年、別居秋面の養子子となり、85年には養父の秋面が、死去すると。翌年にはジップの高橋常雲が島津氏と交戦して戦死してしまいます。それが耳かん戦いとかそういったところでも、彼は敗戦中武功を立てて、その影響もあって秀吉に気に入られたみたいですね。あの秀長軍が、やってきた時に秀長軍に属して大活躍します。あの島津氏との戦いにも大活躍すると。その結果、秀吉から戦後に筑後の国の柳川13万石の大名に、まあ、してもらうと。その後、九州の武将には例えば肥後国人一揆のややこしい話もあったんですけども、まあ、ここでも、うまく立ち回って秀吉からの評価を、さらに、上げると。で、朝鮮出兵でも、活躍し、慶長の役では小西行長の救援に向かって秀吉から非常に高く評価されると。その結果、彼は関ヶ原で西軍に属するんですよね。関ヶ原に、属した宗茂は、大津城の戦いで京極高次と交戦します。で、ところがこの大津城を彼は落とせずに、結局あのこの京極高次は逆に大津城に立花宗茂を釘付けにしたという形で、関ヶ原の戦いでの本戦には参加できず、あの関ヶ原の戦いでは宗茂には参加できないと。で、宗茂は、敗走する途中に小早川秀明の兄である木下家継の元に向かって、お前の弟のせいでボロ負けしたんやと、今から大阪に行って一緒に立てこもろうじゃないかと、それが秀吉に対する、あれじゃないのかと、忠義じゃないのかというふうに迫るんですけども、木下家継は、俺はじゃあ息子の、秀明が、裏切ったんで、お前親父と責任取れと、お前はまあ、一緒に、大阪城に行こうじゃないかというふうに言ったんですが、木下家継は、俺が守るべきなのは、北の万所様一人だと、いうふうに、家継というのは実は、北の万所ねねの、兄にあたります。そういう逸話も残っています。結局、大阪に入った彼は、島津義弘と共に、九州に逃げ帰ります。で、この島津義弘というのは実は、高橋常雲の、仇なんですね。高橋常雲はまさに義弘と戦って戦死したわけです。まあだから周囲としてはこの、義弘はほとんど兵隊いなかったんで、ちょうどいい機会だと、義弘を撃っちゃったらどうですと言ったんですけども、いやもうここは仲間だと。我々吉あの島津家と手を組むんだというふうに言うて、一緒に九州に撤退して、最終的に宗茂は、加藤清正の説得に応じて、柳川城を開城します。関ヶ原後、彼はもちろん改役されて浪人になります。で、加藤清正の食客、その後、銀千代と、死別後には江戸に下って、家康から五千石を与えられて、御書院番頭、御書院番頭、要するに、まあ、家康の身辺の SP ですね、につきます。で、その後、秀忠のおとぎ衆となって、陸奥田名倉藩一万石。これ、ここの段階であれですね、実は関ヶ原で西軍について一旦改役された後、大名に返り咲いたのは二人なんです。その一人がこの立花宗茂、もう一人が丹羽長重。田名倉藩一万石になって大名に復活。1610年には3万5千石に加増されます。で、大阪の陣、それから、坂崎直盛の乱に対処して、その功績によって筑後柳川藩11万石。ついに、元の柳川に彼は戻ってきたと。関ヶ原の駅で改役された後、元の領地に戻れたのは立花宗茂一人であるということで、まあ、よほど家康、あるいは秀忠から気に入られたことが伺えます。下原の乱では松平信綱を補佐して活躍という形で、かなり、晩年まで、戦争上手というイメージで、彼は、生き残っていきます。で、1642年に、70歳あたりで死去しています。ただ、結局実子がなかったんですね。銀千代との関係があまり良くなかったということもあって、実子なく、結局、甥の立花忠重を養子に、迎えています。で、立花忠重なんですけども、立花忠重、
の父は 高橋宗益と言いますけども、後に立花直継と名前を変えています。で、この立花直継、まあ、宗、あの、やっぱり、当然当たり前ですが、宗茂と行動を共にして、関ヶ原の後、改易されるんですが、立花宗茂が、あの、柳川藩になると同時に、柳川藩の一部のを与えられて、三池藩を立藩します。あの、その立花胤次、二代目の立花胤次の弟の忠茂が柳川藩を継承したために、まあ、あの、この立花家、この三池藩から、あの、柳川藩の藩主が出てる形になって、三池藩は非常に、あの、柳川藩の端藩として、そこそこの力を持ちます。だいたい1万石です。立花胤次という人物が、三池炭鉱の整備で実績を上げて、幕府からも注目を受けます。あの、後にこれ三井三池炭鉱さんになるんですね、ここは。あの、で、あの、昭和の末まで、石炭を掘り続ける、三池炭鉱ですね。彼は寺社奉行を経て、若年寄りに、この、立花胤次は、寺社奉行を経て、まあ、若年寄りにまで、昇進します。で、官制の改革にも参画します。これは一万石という小さい大名やったからこそできたんですけども、まあ、やはり戸様で、小藩であるといっても、戸様で若年寄りまで、昇進するっていうのは、非常に、有能であったとか、まあ、異例のことですよね。江戸地総監として近藤十三に国後択捉の調査を命じ、国後場所、択捉場所の設置後の、まあ、管理、そういったものを行わせています。まあ、この近藤十三が大日本択捉というのを作って、まあ、現在でも日本が北方領土に関して権力を基中主張するのはこの、近藤十三。まあ、言い換えればこの立花胤次という人物が結構存在して大きいと。ただ、この、官制の改革のもう一つの目玉である大奥改革で、彼は松平定信派ではなく、徳川家斉の際の一橋藩についたために罷免され、撤去ということで、まあ、あの、後にこれ結局最終的には、この大奥改革で反撃を食らった松平定信が、最終的には、老中を、辞任して、官制の改革を終わってしまうんですけども、立花たちがもう、あの、その直前に、降りちゃったと。陸奥下手戸藩に転封になります。最初は五千石に減封されたんですけども、後に一万石稼働されて、さらに領地の半分を三池と振り替えて、この下手戸藩は、陸奥下手戸と、それから、あの、筑後の三池の、この両方に持つというややこしい関係になります。この胤次の息子の、胤治、彼は会計奉行に取り立てられ、老中閣にまで出世します。三代目の胤康は、外国奉行から老中閣、会計総裁まで、出世するということで、この三池藩の立花氏は、代々幕政の中枢に参画することができたのは、まあ、藩主の能力が買われたのと、それからまあ、それが、なおかつ小藩で当たつことはやっぱり一つのポイントだったと思います。まあ、事実上、一万石ですが、事実上旗本ですからね。ただ、この胤康は気の毒なことに、あの、三池派と下手戸派の、二つに分かれて、下手戸派の、家臣が勝手に、王列藩同盟に参加すると。ところが、三池派の方が新政府に参加した結果、戊辰戦争では新政府派として、戦うことになるんですけども、それにブチ切れた仙台伊達藩が、下手戸藩に、乱入してきて、陣屋を焼かれるという被害を被っています。明治新後は男爵として、まあ、新政府で、活躍することになります。まあ、意外なところまで話が、実は広がっていたという立花家。彼も、まあ、大友親吉の、血を引いているという点では、ここは、途中で、養子とかが入ることなく、ずっと大友の血が実は、つながっているんですね。で、後家大友氏は確か血が途絶えてるんですよ。だから逆に大友家の最初の、大友親吉の血を引いてるのはむしろ、柳川派の立花であり、三池派の立花であるということが言えると思います。立花統摂ってね、かっこいい人やということで、はい、ゲームやコミックでは、有名な人ですよね。そうですね。
立花宗茂か。一番かっこいいというのが出てくるのは。まあ、有名とかで、まあ、この、宗茂があれか、やっぱり、本田忠勝と、二将と言われて、東西二将と言われた、あれか。まあ、そうですね。すごく、仁義もあって、戦いも強くてという。